マジっすか、マジっすか。ちょっと待って、え、三好お前やばい、動揺が隠しきれん。いやー、そっか、真剣貴様、しかも三好だから手出していきん、なんてことだ。兄上に代わりに頑張ってもらおう。まずは今日の血祭り投げます。行きましょう、内越の戦い、行くぞ。ゲチを、いやー、始めるぞ。信玄下るのは完全に予想の外にあったな。覚悟せよ。でも確かに忠誠上げてなかったんだよね。慢心が生んだ油断だわ、完全に。動くんだろうか、どうだろう。いや、鉄砲だ、そうだね、鉄砲だよね。ご命令ください。前進するか。始める。で、山形正義陣を破壊しに行こう。その途上で激突するんじゃないかな。さあ、内藤正義激突、奇襲を食らう。奈落、まあ奈落ならね大丈夫。奈落、奇襲入れた。これ、このまま山形正義押し付けよう。赤園へ突撃。赤園へよ、火のごとく攻め立てよ。火のごとく攻め立てよ。風林火山の火ってことだよこれね。かっこいいな、そういうの。また踏むのもかっこいいよね。さあ攻めぞ。血を乗せられる。西名森もちょっと引こう。背中向けたか。向けるんだったら引かない。そしたら内藤正義が押す、民部も押す。さあ兵自体はだいぶ減らしてるね。かかれ。さあどうする、これ再び赤園へ突撃いっちゃうか。反転するのかな、これ。待って、反転してないね。逃げるスペースがないからで、後ろに。そうか、こっちに回って逃げるスペースを作ってやろう。その上で再びこうつけば背中向けんじゃない。いや違うな、背中向けずに引いてるわ、綺麗に。なるほど、じゃあもうこのまま押し続けてやっつけてしまいましょう。前のが前進する。で挟めるよね、朝倉景明をね。さあ壊滅、景明、西名森信前進しましょう。でさらに前の前に出ます。壊滅、ちょっと加藤義明が傷ついたね。まあ戦果は大だからいいけど。赤園へさらに突撃、ガンガン押していこう。もう背中向けに逃げ出してんじゃんね。さて前の隊が背後に回り、強撃が入り始める。壊滅、赤備えに散々に蹴散らされたね。じゃあ山形正影ここに入ってきて、加藤義明と入れ替わりますか。まあもう戦の趨勢は決まりましたね。もう一発いっちゃう、赤備え突撃。赤備えよ、いいな大好きだな赤備え。敵の居所、衆が入る、知れました。そうかそうか、でも200じゃね、もう何にもできないよね。やりたい前。さあ今は血祭りに上げ、全軍でもって京女に向かう。やりたい、最後にもう一発撃てるか。撃てる、あはははは、かぶった赤備えよがなかった、残念。まあやりました。まあ戦自体はそんなに問題なかったですね。それよか信玄は問題は。いや信玄、しかもよりによって三好っていうのがさ、手出しできないとこまで逃げちゃったっつのがたまったもんじゃないよな。捕獲、中高来ちゃうのか、中高大丈夫かそれ。一向衆でまあ大正事情、上杉とはこうなったね。じゃあ信康は騎乗しましょう。さあ北条だね。となると問題は小田原、まだ随分かかるっしょ。137かかるなー。でそうか、忠誠恩賞あげよう。かたじけない。いやー参ったね、三好にはやられたよ完全に。これ全員アウトね。逆にやってやりたいな三好。信玄どうな、見込みはないかー。そうか、残念。本願寺、あ見込みあるんだ本願寺。でも
北条行こうか。そしたら正幸頼むぞ。正宗がいるんだけど、あ、欲しいな。はっ、浅井も行っとくか。あ、見込み罰だったね今ね。足利は見込み罰か。で、正幸が図抜けで強いんだなきっと。ここはじゃあ津軽為信で本願寺に向かいましょう。本願寺いないけどね、人が。まあでも一応行っとこう。いや、信玄には本当に参ったな。困ったもんだよ、信玄ちゃんにはよ。かしこまりました。で、この講和の隙にガンガン準決勝を作って、兵数の優を得てしまえばもう上杉も手出しできなくなるでしょう。まあ上杉ももう死に手だしね、大丈夫でしょう。で、整える城は、あ、そうか、沼田から信玄いなくなったんだ。誰移動させる。じゃあ沼田に。まあ、いったなーね。信玄にはほとほと参らされたよ。誰かいるかな、これっていうの。いないんだよな、もう。信玄のカバーをできるのはいないな。酒飲めでも入れとくか。随分落ちるけどね。かしこまった。しょうがないよね。じゃあ進めて参りましょう。皆の力、さあ北条が吠える。合わせよう。で、大聖寺取り付け。まあ、ここは強行じゃないのかな。10日一向一揆の恐怖からこれ逃れられるぞ。よしよし。兄を横かんかな。さあ激突したのは志村光康と南部春政の本部強し。さあ、あ、同級だ。まあ、ここも南部でしょ、当然。そうだね。圧倒的兵力だもんね。松永久道か。久秀がいいけどな。久秀もういないかな。米も少しずつ危なくなってきたね。じゃ、せっかくだから転がしときますか。自作影近、行ってこい。いきなり活躍の場が与えられたね。94%、94%、75%、ダメか。さて、城主確約でいいんじゃないかな、久道。そしたら、お山ごぼうでも与えておきましょうか。乗ったね。じゃあ、ここでいきなり転がします。ざまを見よ。さあ、内政を進め、行きましょう。さあ、大正寺を陥落。やりましたね。で、民部、騎乗しましょう。これで再び朝倉近づいてくるんじゃないかな。で、本願寺とは、ここで講和します。かしこまった。さあ。まあいいだろう。お互いに武将を取り合った形だね。ご命令を。さて。いや、忠誠そんなに、いや、黄色くなっとるな。かたじけない。どうする、嫁がせるか、正幸には。正幸に、じゃあ、嫁を。いや、待てよ。信玄の娘、鳥の子、あいつ、娘も息子も全部捨てて、三好に下ったってこと？とんだクソ野郎じゃん、この世界線の信玄ね。なんてやつだ。37歳でしょ。そしたら、雪村がいいな。雪村はまだ、あ、できるね。17歳でしょ？ 17 歳の雪村と、19歳の徳姫。いいんじゃない？婚姻としては。婚姻同盟をするために必要なものがいなかった。いやいや、婚姻同盟する必要ないからね。片付けない。さあ、日の本一の強者を一門として迎えてしまいましたね。これでも、正幸とかも一門扱いになるのかな？どうなんだろう。正幸の忠誠も上がったね。それに伴ってね。よし。いいんじゃないか？で、家康あとどんぐらいだ？あ、交渉出とる。交渉しよう。77日まだ。すげえかかるな。兵力回復してんじゃん。恐ろしい。いつ出てくるか分かったもんじゃないってことか。北条ともでも遠征気分漂いそうだよな。さあ、長宗我部と三好、憎き三好。さあ、交渉。頼むぞ、家康。沼田助光。これ結構知略高いんじゃなかったっけ、沼田助光は。延沢なんかいるんだね。武力93。へえ。沼田そうだね。知略97。強いね、97はね。内政91、94。まあ、主力、9、あ、でも参謀だから、やっぱいると便利な人間ではあるよね。いいっすか。よし！参謀来た。勝ちの気を上げよう。ありがたし。どうするこれ。
いや、行くべきなのか。1万6000同士でしょ。行くか、カサール殿、覚悟めされよ。さあ、足利対筒井、まあ、参戦する義理はなし。本願寺とこうなりましたね。一向一揆はこれにて収束したぞ。北条上杉講和、北条上杉講和したか。包囲35日、米がない。いや、家康も米が全然ねえ。ちょ、待たれよ。それ、いや、マジでやばい、それは。いや、マジで全然米なかった。びっくりした、今。この二部隊を返す。これで、一月持ってるね。よし、で、即時交渉可能になったら交渉しよう。で、笠原殿がそのまま、うちに下ってくれば最高なんだけど、ここで即時交渉できんじゃないかな。できるね。即時交渉しましょう。さあ、イエス。どうする？笠原康勝も強いんだよね。あ、でも、こうやって見ると微妙だな。統率85の武勇78か。まあ、知略内政高いのがすごくいいけどね。知略高いのは。伏兵か。参謀だったらっていう感じはあるな、正直。いや、ここは講和会場でしょ。よし。ありがたし。勝ちの気を上げよ。いや、まあ、何がなくとも、なんとかなりましたね。米もなけりゃ金もね。貧乏大名徳川家康じゃないか。これはケチをしなくてはいけませんね。臨食に臨食を重ねるのは。漁村からでも兵糧入んのか。なるほど。これなかなかでかいね。漁村からの収入はね。さあ、八王城だら整えましょう。これ、農兵8000良くないのかな。そんなことないよね。農兵8000でいいよね。きっと。かしこまった。で、後ろの方、上限を落としましょう。かしこまった。で、駿府小山の武将たちを小田原八王子に入れればいいよね。で、本願寺との戦が終わり、朝倉とりあえず攻めるつもりはないので、この辺にいた武田の猛者たちを、こちら側にも移動してきましょう。民部とかね、山形正景とか移動してきましょう。じゃあ、秋まで送って、また上杉と海戦ですかね、進めていきましょう。いやー、兄上おとなしいよな。動かないのかな、兄上。大久保忠勝亡くなってしまったか、残念。報告いたします。夏。まあ、しばらくは何もやることはないですね。ご命令を。さあ、秋が来ましたね。報告いたします。行きますか。まだ北条に行けないだろうから、まずは上杉ですね。参りましょう。三河武士の誇り。まあ、もうね、上杉も風前の灯火っていう感じはあるよね。1万3000結構くれたね。じゃあ、まずは、ネチ行っちゃう？それとも、こっち側から攻めるか？いきなり。松台、北条、坂戸がすごい狭いんだよね。じゃあ、この7体、3万動かしちゃうか、思い切って。で、坂戸に向かいます。ここでぶつかれれば、最高だけどね。この準決勝が乗ってんだよね、石倉の。これ飛び地でいい準決勝だよね、すごく。行きましょう。出たね。どう出るかな。さあ、改革が吠える。国衆か？国衆だ。うっとうしい。で、ネチ3000。ここも取ってしまおう。3、縄文。じゃあ、ここに対して。まあ、そんな本気を出す必要もないでしょう。じゃあ、3部隊。6000でもって、行きますか。なんか出てくる予想になってるね。まあ、にしても問題はないね。これ、忍び暗躍させるか？猛攻号令。忍び、いや、三つ葵は関係ないよね。上杉は援軍呼べないもんね。だ忍び暗躍だけさせとこう。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。参ります。さあ、来たね。坂戸城で激突予想だ。これはありがたい。報告いたします。坂戸城が一番戦いやすいもんね。さあ、表情。まあ、将軍のまんまで。光ったのは、山形正景、家康。正幸61だけど、ここは民部にしましょう。ああ、民部よりも、虎加藤のがいいかな。虎加藤にしよう。これにて、表情を終わる。さあ、取れる。鷹の目、ありがたし。まあ、以上ですね。ご命令を。で、特に問題はないんで、まあ、準決勝の発展をして進めていきますか。
では参りましょう。皆の力、さあ宝珠が吠える。宝珠を吠えても、え、打ち来る、もしかして。あー来たな。力を貸してやる。そうか、そのタイミングだったか。甲脇連の敵が我が領内に向かっております。なるほど、ニラ山。どんだけニラ山こだわるんだこれ。ねえ、すっごいこだわるじゃんニラ山に。まあありがたいけど、蹴散らしてしまいますか、例によって。あ、しまった、武将を移動させなかったね。本田忠勝、酒井忠次、八王子とかに入れようっていう話だったんだけど、ちょっと油断してたわ。移動を完全に忘れてた。まあ2万でもって、まずは二来山で迎え撃ちましょう。出陣する。いや、そしたら待てよ、駿府小山引かしちゃっていいな。ちょっとやり直します。ひとまず二来山には3万でもって出ればいいでしょう。でカウンター狙えるようだったらカウンター狙おう。で駿府小山の連中はこの隙に八王子小田原に移動させるということにしましょう。さあまずは坂戸での激突ですね。行きましょう。皆の力、さあ吠える。大義名分ないだろ。さあ激突、分からず殲滅狙ってまいりましょう。まあ上限は大きく取ってるし、国衆がちょっと気になるっちゃ気になるけど、にしても多分五分五分だな。なんでまあ戦自体は問題ないかと思います。五分五分なら問題ないっていうのもすごいよね。7100、結構集まったね。これ気になるのがさ、この 1,2,3,4,5 って丸がちっちゃいんですよね。意外と兵力にばらつきがあるのかしら。始めるぞ、始めるぞ。参りましょう。900,700、少し差があるね。ご命令ください。さあ激突、やりたい。まあどんどん蹴散らしてしまいましょう。トラカトー、これ脱力入るんじゃない、鉄砲で。ゲッチ、いざ進む。入れろ、入れた。奇襲、脱力したぜ。狂気が乗る。やりたい、止めたね民部がね。さあそこを包囲殲滅してしまいましょう。始める、進む。でトラカトー、また埋伏したいな。始めるぞ。土平地っていうのがね、気になるところではあるけど。さあ村松殿が突っ込んできたね。ゲッチ頑張って包囲から逃れようとしてるけど、もうでも大丈夫でしょう。奮闘できるのか、その奮闘は。壊滅、岡佐内もこのまま壊滅するね。雪村、こっちに来るか。の旗を掲げよ。さあ虎加藤が追いかけられてるが、まあ問題はないでしょう。民部で追う。さあ何をしようかな。表裏卑怯、もうちょい表裏卑怯。表裏卑怯と呼ばれるゆえ、速度ダブルダウンがでかいよね、表裏卑怯はね。まあ攻撃ダブルダウンもでかいけど、やりたい。じゃあこの村松殿は虎加藤で追うか。雪村側面に回ろう。やりたい、前へ。さあ狂気が乗る。知れました、直江城下。さあ壊滅、237。民部だいぶ兵減らしたな。赤備え突撃で、これで直江は無力化できるよね。これほどと。さあこのまま突っ込む。でその先に雪村が待ち構える。壊滅、切り込め。さあどうする直江。村松殿も取り付いた。やりたい、前。勝頼、正行で囲み込む。村松殿の壊滅まで持っていけそうだね。壊滅。さあならば全軍でもって開発を包み囲んでおしまいですね。終了、大勝でしたね。やりました。さあこれで城取れるかな。死力を尽くした甲斐があったな。大被害やりました。これでもう上杉兵いないんじゃないか。取れそうだね、坂戸ね。おバックでドン。お船強いね、84、87。これ直江の奥さんか。なるほど、なんかあの複雑なイベントだよね。さあよし取れた。テロリン、テロリン、この城もらい受けるぞ。おバックでドン。笠原正隆、まあぼちぼちいらっしゃいませ。片付けない。で正幸、そしたらどうしようか。うん、兵いないね全然ね。じゃあ正幸は土地をにかけましょう。土地を5000って取っちゃう。で
内藤マステオ、ネチオ奪、あー戦にならなかったか。そうか、もう一部隊動かしたいな。松台に向かいます。じゃあ3体1万5000を松台に向けます。どっか早いかな、飯山が早い。出陣する。これで、あ、国見で出んの微妙だったか。ちょっとこれ、この兵すごく怖いな。ねえ、これ押されると落ちるぞ、底落ちしちゃうな。いや、まあでもそれぐらいのリスクは犯そう。さあ、ネチ取り付いちゃったよ。方位かな、96日交渉に応じてくれればありがたいけど、どうなるかな。敵が我が領内に向かっております。ほー、そうきた、95,700。例出てくんな。あら、そう。いや、坂戸で叩くのが絶対に賢いけど、いやでも今上杉攻めるべきでしょ。だから部分入場でもって、誰入れる、勝頼入れちゃうか。そうしよう。で、正幸は攻撃を続けます。そしたら3部隊、この1万5000を坂戸に向けるか。出陣する。で、叩けばいいよね、きっとね。まだでも随分日数かかるとは思うけど、どうなることやら。待機する。さあ、正幸、ああ5000城いってるね。けるぞ。そうか、いや、もう取れる城ガンガン取っていこう。我に続け。戦場で。さあ、小畑政盛がここで亡くなってしまいました。交渉出ないかな、内藤正豊。出ないね。そうか、音楽なくなったんですけど何この静寂。嵐の前の静けさってやつですか、もしかして。この2万5000怖いな。で、坂戸に部分入場したもんだから、どっかから人がいなくなったはずなのよ。どこだ、あ、そうか、武将の移動させよう。八王子に、あ、急に音楽戻ってきた。この3人を入れる。で、小田原に駿府から3人入れます。これで前線整ったね。それでは進めていきますか。我が領内に敵が迫っております。おー、そうきたか。まあ、土地をとりあえず武将入れてあるからいいけど、いや、北条本気だな、はい、さあ、余いた取り付き、どうだ。強行26日、交渉出ないかな。いや、北条すごいね。攻めに出た北条、恐ろしや。さあ、激突、揺るがずですけど指揮を取り殲滅していきましょう。まあ、他愛のない戦になると思います。さあ、激突、おとり挑発、そこか。安藤直継背後に回ろう。家康挑発にかかってないね、それはありがたい。切り込め、死を食らう。魚で、魚でも面白いけど、まあいいでしょう。ちょっとすげえ囲まれてんな、これ。深入りしすぎた。岡部元信。壊滅。あ、岡部元信って周華粉塵なんだ。へえ、そうだったんだ。知らんかった、周華粉塵だって。へえ、そうなんだね、赤備え。いいが誇りを見せつけよ。やりよ。知らなかった、周華粉塵だったのか。やはり名のある将だね、岡部元信。岡部元信は天神山の戦いで、なんかほぼ自殺みたいな感じの突撃をして亡くなっちゃうんだよね。あれで、あの漫画のさ、寄生獣描いてる漫画家がレイリっていう漫画を描いてるんですけど、あれで結構いい役どころなんですよね、岡部元信って。レイリを引き取るのが岡部元信だったはず。面白い漫画だし、完結するんで、ぜひ皆さん読んでほしいですね。レイリ覚えててください。で、その漫画レイリで、また土屋正恒がね、いい役どころなんですよ。ぜひ読んでもらいたい、特に武田ファンの人には。壊滅、壊滅、やりたい。これ待って、岡部は相馬か。相馬に行こう。先に相馬やりたいな。殲滅取りたいね。どうだろう、よし、殲滅取れた。やりました。破れると。結局戦法使わなかったな。
過ぎたるは及ばざるがごとし。ここまで素晴らしい戦果だ。さあ誰か来ないかな。結構名のある賞多かったよね。おバックでドン。来ねー。サイデッカ。片付けない。さて反撃ですよ。玉縄上限はでかい。これ8型に行くとさ、この辺りの軍引けないかな。どうだろう。家康8型に向かってみます。違うのが動いてるな。で待てよ、これ合流させよう。小田原八王子に移ってるからね。酒井忠次と本田忠勝がね、この2人を加え、まあ、3万2000で持って8型押します。出てきてるけどそうじゃないっつのが出てきてるな。あれでも舞台減ってないな。重曽根相変わらず坂戸に来てるか。でも坂戸は上限大きく取ってるからまあ問題はないよね。さあ浅井と三好さあ参戦する義理はないからね。酔いた陥落もらい受けるぞ。やりました。さあホバックでドン。上杉海信、これ一門ではないけど、まあ上杉の名字を得てるから、いやかなり大事なところにいる人間でしょう。上杉ももはや一枚岩ではないんですね。これさ北条講和しよう。講和の下飛ばします。かしこまりました。これで講和できたらいいけどどうなるかな。まだ南部春政ここで死亡。いやタイミング的には最悪じゃないか。もしかして南部信長が後継いだね。これでも重実とは激突することになるな間違いなく。ご命令を。反撃いやできてるんだけど、ちょっと北条にこうやって押し込まれてるっていう現状がすごく嫌なんで、まあ、まずは講和を狙います。北条とは、まあ、相手には絶対できるけどね。ただあんまり好ましくはないよねこの状況。では進めていきますか。いやなんとかこうはならんかな。なんとか兄上どっか攻めてくんないかな。さあ北条城取り付き。やっぱ込めないね上杉ね。方位30日これ即時交渉なんだけど、交渉でんかな。出たー即時交渉。さあ正行頼んだぞ。加納秀治、加納秀治は結構優秀なはずだぞ。統率80、知略93、内政94、外政96、めちゃくちゃ優秀だね。本庄重長いいんじゃん。いや、全面解放。よっ、乗らん。しまった。だったら行くわって任意解放したらよかった。まあでも28日。今月中に落ちるか落ちないからね。内藤マステオの方はどうだ。ここは粘るなぁ、ネチね。さすがネチ、ネチだけにネチネチってか。あはすいません。さあ激突揺るがず殲滅しよう。まあ講和がならなかったらまあこのまま反撃っていう感じですかね。三部隊っていうのが問題であるような気もするけど、まあ頑張りましょう。まあ武将自体は強いからね。市松に一条信達、そして津軽為信だからね。武将は強い。敵はだいたい一部隊1000ぐらいですかね。行こうぜ。そうだね。いやこれドラちょっと近すぎるか相手に。やりたい。破壊されそう。された。うわドラ意味ねー。ゲチ大失敗です、ね、始めるぜ。大失敗も大失敗。さあまずはもうガンガン進むか。押そう。さあ罠にかかる愚か者。沼にかかる愚か者。クソ。やりたい。さあどうかな。本陣突撃来たね。ただ兵力がいないからさらに沼にかかる。伊達重実愚か者。作詞その首。さあまあ圧倒してはいるけど早いとこ舞台壊滅させたいな。ねえだいぶ粘ってるよね。崩れろ奇襲。崩れた。よしこれで一条信達スライド、津軽為信もスライドしよう。
これでなんとかならんかな。まずこの3体早く全滅させてしまいたいよね。さあ行こうぜ。引きながら男だって挑発された。いやまあ挑発されても問題はとりあえずはないけどね。衝撃食らってるけどまあ兵力差があるから問題ないでしょう。壊滅、即座に反転、ひとまず一条信太を近づこう。壊滅、お波、よし、これで攻撃に転ずれるか。これ何の攻撃が乗るの一体。少しずつ引いてこよう。知った、あ、指揮アップあんのかこれ。知った、いいね。うん、階層怖いもんね。これ田村隊怖いけど一松一気にぶち抜けるか。始めるぜ。いや違うの、これよくない。で一条信達が進む。これほどとで一松が後を追うようにして援護。もう一発しった。あー全軍には入らないか。まあでも士気そこそこ増えてるから作詞でいこう。じゃあ今回は攻撃乗るけど問題なし。湯の目を追う。一松は少し引く。始めるぜ。もうあとは兵力差を生かして戦えばいいね。包囲されないようにして壊滅、さらに追う。逃げてるねすごい勢いに逃げてるな。しかし壊滅いいね。じゃあ反転しますか。でこれは一条信達に任せればいいでしょう。吸収、それがどうした。壊滅いいね。よしじゃあ殲滅しまおう。作詞、さあさらに壊滅、見事に全滅ですね。やりたい前、これ10万ぐらいいなかったっけ敵の兵。そうだよね、9万5千の大被害。これでかいな。さあ捕獲、誰か来い。ドン。いや誰も来ねー。まあしょうがないか。おさらば。片付けない。で、これだいぶいろんなもん破壊されたな。あ、でもまだ1万5000の1万で上限は取れてるんだ。土地をは9300の8800。ちょっと津軽ためでもきついな。これ正幸をさ、行くぞ。途中に向けてしまおうか。出陣するぞ。で津軽ため信で持って松代攻めましょう。さあ北条の交渉、こうはなるのか。なんか足元見られるのは尺なんだよな。最高賞。さあ松代取り付き包囲で28日、即時交渉でんかな。いやもう上杉全然込めないね。